皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は公立高校の学校裁量枠について、県の教育委員会こちらのホームページから出した PDF の資料と、で実際に公立高校の説明会に参加していただいた資料、これをもとにして説明していきたいと思います。静岡県の入試、選抜方法2つあります。それは共通枠、そして学校裁量枠です。共通枠というのは、内申書、当日のテスト、面接、これによって合格不合格、これが決まるもので、学校裁量枠、こちらは各学校独自の選抜方法によって合格者、これを決定する方法です。で、選抜段階が 1,2,3 とかいうように書かれている場合があるんですけれど、これはこの順番に選抜するということを表しています。例えば例で言うと、1これ体育的活動、2学会の適性、3中学における学習、4が探究的、活動、こうなっていたら、この体育的活動、次が学会の適性、こういう順番で選抜していくということになりますね。この裁量枠とか今年度の公立高校の定員、11月の上旬に発表されるんですけれど、もちろんね、裁量枠がない学校もあります。1つしかない学校もあります。で、2つある学校、3つある学校もあります。その時必ず1が体育的活動とか、2が学会の適性ということはないんですね。これは入れ替わりますので、新聞を見て確認をしてみてください。そして裁量枠で受けるからといってテストを受けないということはないんですよ。公立高校受験する人は必ず全員テストを受けます。ただ、ね、裁量枠、特に体育的活動で受験される方とか、こういう方はやはり、共通枠で受験する人より合格しやすいと、これは言えるようです。まあ、ホームページにはそのこと書いてないんですけどね、まあ、実際そうなっています。で、選抜資料としては学力検査、当日のテストですね、それから調査書、内申書というやつです。それから面接、それから、実技検査もあります。特に体育的活動とか学会の適性、探究的活動、こちらは、実技検査必ずついていると思います。で、じゃあ学校裁量枠、これね、やはり定員超えちゃう時があるんですよ。じゃあそこで不合格になったらどうなるか、でそこで諦める、いやそんなことしなくて大丈夫です。これ学校裁量枠で不合格になった場合は、共通枠、ね、こちらの選抜に回されて、そちらで合格、ね、するかどうか、これが決まるわけですね。で、学校裁量枠の割合というのは、学校の定員の 50% まで、ね、原則定員の 50% までこうなっているんですけれど、特殊な芸術科とかね、スポーツ科、こういうものは 100% 裁量枠というところも実際にはあります。で、裁量枠、高校の方から、じゃあうちの学校裁量枠で受けていただけませんかとかね、来ませんかって、ね、特に体育的活動、スポーツの、方ではこういう話があるんですけれど、希望者を対象とした裁量枠ってあるんですよ。ですから自分は裁量枠で受験したいという希望があれば、誰でも裁量枠で受験できると、ここら辺も誤解している方が多いようなので、もし裁量枠で受けたいと思ったら、学校の先生に聞いてみてください。受けられるかどうか、そして裁量枠で受けるかどうか決めればいいと思います。今回は公立高校の学校裁量枠について大まかな部分お話しさせていただきました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。